回披露させていただきます演舞は歌舞竜2023年度演舞久遠です。この演舞は近江神宮にまつわる物語がテーマとなっています。裏テーマは思いを形に。我々の演舞でこの桜朝公の舞台を最高に熱々く盛り上げてみせます。歌舞竜一同精一杯演舞しますので、どうか最後までご声援手拍子のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。秋の歌カリオのイオナトマオアラミ、我が衣では梅雨に濡れつつ、時代を築き栄華を極めし天智天皇、語り継がれる始まりの歌。集いし民の思い形とならん。皆様に最大限の笑顔と感謝、そして最高の思いを込めてありがとうございました。